もちろん一人の人生ですから、まあいろいろなことがあるわけですね。まあよく言うように、人生を顧みると走馬灯のように流れると、まあこんな感じですね。まあ、その中でいくつか、私の人生にも強い印象の残ってることがあるんですね。まあ、よく話すのは32歳の時の私のなんか自覚というか、悟りというにはちょっとまだ不十分だったんですが、まあ、そういうものもあったし、まあ、今日はこの前ちょっと何か話してたか、聖書を読んでる時だか、まあ、イエス様の聖書をですね、まあ、実はイエス様の聖書っていうのはもちろん非常に有名な書物ですから、小さい頃から知ってはいたんですけど、まあ私はキリスト教じゃないって思ってたんですね。僕はキリスト教じゃないと。だからキリスト教の書物を読んでもなぁと、こういう感じで、まあ、一言で読んでたわけですね。ところがだんだんこう年も取ってきて、そのキリスト、自分がキリスト教であるとかないとかいう前に、イエス様という人のことを知りたいと思うようになってきたわけですね。これはなかなか年を取るってのはいいことで、年の若い時はなんか変なこだわりがあるんですよ。あれはキリスト教じゃないかとか、あの人は右じゃないかとか左じゃないかとかですね。そういう全然関係ないのにその人にレッテルを貼るわけですね。だからイエス様は今になってはキリスト教の、まあなんていうか、神様っていうか人間というかちょっと中間なんですが、まあ、そういうふうにこう、いわばいい意味でレッテルを貼られてるわけですが、イエス様という人間自体は、お生まれになって、まあ、30ちょっと前で、何か悟ったんでしょうね。それで人々にある人生の生き方、この社会の理解の仕方というのをお話になり、まあ、それがあまりに素晴らしかったんで、みんなに教えられてんだなっていう感じがしたんでしょうけど、イエス様自体は教えようと思ってるのか、それともご自分がそう思ってるのかっていうのは分かりませんね。それで、まあ、非常に強い衝撃を受けたわけですよ、私はですね。私は今でもキリスト教の洗礼を受けてないんで、キリスト教者ではないんですが、イエス様の信者っていうのかな、キリスト教ではないがイエス様の崇拝者っていう感じですね。まあ、とにかく、まあ、お釈迦様はですね、まあ、東洋の人であるからということで理解しやすいのか、まあもちろん、ある王様の家に生まれて教育も十分に受けて結婚もして、まあ、お母さんが早く亡くなったっていう点で苦労もされて、そして青年期から少しになると今度は人生に悩み、放浪の旅に出るというわけですから、まあ、割合と人間的ですよね。それでまあお釈迦様は特別に長く生きられたんですが、今のネパールあたりのところの王家だったわけですが、80歳の近くになって本当の意味で悟りというか知恵ですね、人生を送るこの宇宙やこの人一つのはどういうものかっていうことが、まあ、心底お分かりになり、まあ、これは私の言い方で言えば大脳皮質を抑制して伝統脳と大脳皮質を調和させてものを考えるっていう、まあ、そういうふうに私は説明してるんですが、そういう状態になる。もちろんお釈迦様自身は、まあ、神様とか宗教ってほとんど言っておられません。まあそういう意味のことは言っておられますけどね。仏教っていうのはできたのは、まあお釈迦様とはほぼ関係のない形でできている。ところがですね、イエス様の方はとても信じられない人生なんですよね。まあ当時何もない、文化的なことが何もない、別に本があったわけじゃない、古典を読むわけじゃない、そういう昔のパレスチナあたりの、まあ、普通のっていうか貧困だったかどうか分かりませんが、まあ、普通の大工さんの子供に生まれて、そしてまあ学校行ったとか学校でどういう成績だったなんていうのは僕は知らないんですね。まあ、多分教育制度も整ってなかったんで、
まあ自分で勉強されたんでしょうね。そして27ぐらいで、なんか教えというか、まあ人間が今名前をつけてる教えをされたということですから、もうそれでそのイエス様のお話になったことを記録したと言われるマタイ伝をはじめとした新約聖書を私がある時に読んだらですね、わ、この人は、まあ、この人っていうかイエス様は人か神かよくわからない人なんですが、この人は素晴らしい人だなというふうに思いましたね。さすが2000年の長きにわたって多くの人がイエス様の言動って言いますかね、話したこと行動に感激し影響を受け、そして救われたというだけのことはあってもう飛び抜けてんですよ。まあ、当時のギリシャ哲学も優れてたけど、ギリシャ哲学なんていうのは、ほとんどギリシャのアテネならアテネの人たちを奴隷に使ってその人たちを働かせて、それでその上前で生活してめんどくさい理屈をこねていただけですからね。それから見れば、まあ、中にはヒポクラテスみたいな偉いお医者さんもいたわけですが、それに比べればもう全然片田舎も片田舎、超片田舎で27歳にしてなんでこんな知恵があるのかなと、まあ、これはもうほとんど人間技じゃないなと。まああのキリスト教の人はですね、何を信じなきゃいけないかと、いけないかってことないけど、何を信じておられるかっていうとイエス様の復活ですよね。十字架にかかられて亡くなった後、まあ、復活したと。この復活、イエスの復活というのを信じるかどうかで、今はどうもキリスト教の人かキリスト教じゃない人かの区分をしているようなんですけども、私はまあ随分教会にも行くタイプですし、聖書も読むタイプなんですが、イエス様の本当の偉さは実は復活したというよりか、むしろまあ復活を信じられない人もいますからね、そのイエス様のものすごく深い愛情ですよ。愛ですね。まあキリスト教はよく愛って言いますけど、本当にそうで、それはその私はですね、こんなこと言ったらもう袋叩きに合うかもしれないんですが、モーセだとか、まあ、いろんな人がキリスト教には登場するんですね。しかしこのイエス様の愛情、人間に対する愛の深さっていうのはですね、もう桁が何桁も違うんですよ。でそれはもう復活っていうそのね、まあ、3年ぐらい布教された後の事件よりよもそうですが、一番最初の頃に行っている三条の水訓という有名な山の上かなんかで皆さんにお話をされている内容なんかですね、もうとても人間技とは思えないっていうんですかね、自己に対する、まあ、今でいう利己心ですね、利己心ほとんどない、もうとにかく今の日本なんかはもう利己ばっかで、言ってますけどね、なんか伝染病が流行ってもこの機会に病院で儲かるようにするにはなんて考える医者がいるぐらいですからね。学校の先生も僕もそうですが、もう本当にもう利己ばかりなんですよ。ところがイエス様ってのは利己がないって言ってもいいんですよね。ないんですよ。見当たらないんですね。他人に対して非常に深い、本当に深い愛情があるんですね。それはまあいろんな病気の方を治されたという奇跡なんかが普通は言われますが、私は例えば広場で石に打たれている女の人をですね、この中でこの女に石を打てるぐらい立派な人は石を投げてもいいよと言ったら、誰も石を投げられなくなって去ったと、これなんかはもうよほど人間に対して深い愛情がないと思い浮かばないことですよね。でそれをまあ我々はあそうだなと思うわけですね。だからキリスト教を深く信じている人も非常に結構なんですよ。つまり我々が一生かけても到達できないような他人に対する深い愛情というものに接するというだけでですね、人間というのはやっぱりこう立派になるんで、まあ、聖書をお読みになるのは全くおすすめなんですが、しかしやっぱりそこに人間の手が入りますとね、なんかきらびやかに飾ったの偉そうな格好してる枢機卿とか神父さんとかおられるしですね、まあ
やっぱり教会は今でもいつもドアが開いてて、まあ、どんな方でも入れるわけですね。だけどこのイエス、もちろんそうですが、あのイエス様のような利己が全くない、利他だけと、人間に対して本当に深い愛情を持ってるっていう人が、あのパレスチナの田舎で生まれて何にも教育がないのにそうなるって考えられないので、まあ、イエス様はまさか神様じゃないと思うけど、もしかすると神様なのかなと思ったりしますね。まあ、いずれにしても私の人生には非常に大きな衝撃がありましたね。ああ、こんなに深い愛情を持った人というのが、まあ、一言かかりませんが、ああこの世に存在するんだなと。その後、まあ、いろんな方の本を読んだり、いろいろ行事を聞いたりしても、世界中でやはり今まで歴史に残る人で、イエス様のような他人、自分を捨てて他人に深い愛情、まあそれが十字架に現れてるんですが、深い愛情を持った人はいない。それはキリスト教で、キリスト教徒であれ、誰であれ感じることができる。これが僕の人生におけるイエス様の衝撃だったということなんですね。